九州大学九州大学糸地区九州大学糸地区は福岡県福岡市西区元岡744番地に所在する九州大学のキャンパス糸キャンパスセンターゾーンミーストゾーン工術の移転計画により2005年10月1日に開設された新キャンパスである学生寄宿舎としてドミトリアイドミトリー2が設置されているまた 糸新キャンパス情報発信拠点ウィークオレンジが設けられている。正式キャンパス名は糸地区であるが、計画段階で使われていた元岡地区の故障も浸透している。糸は、キャンパスが立地する糸島半島にあったとされる糸国にちなんで、糸島市などがしばしば用いている愛称であり、住所表記上の地名ではない。図書館、食堂、自販機、売店、書店、 ATM 等が利用可能である。学生寮は2006年秋から一棟が共用されている。九州大学正面キャンパス内はセンターゾーンウエストゾーンイーストゾーンに分かれている。2009年4月にオープン。休業用部の流れを組む機関研究員が置かれ、学部1.2年生対象の機関教育が行われている。ゾーンは福岡県道567号。 桜井太郎丸線によって東西に分かれている。東側には、地域行動や中央図書館のほか、カーボンニュートラルエネルギー国際研究所も置かれている。伊都地区の中で最も早くオープンしたゾーンで、2005年10月にオープン。理学部、工学部、農学部といった理系学部が置かれ、理系研究施設が集中している。2018年10月にオープン。 文系学部と工学部建築学科が置かれている。九州大学の箱崎、六本松の両キャンパスは境外で老朽化しており、また箱崎キャンパスは福岡空港に近い上滑走路延長線上に位置するために航空機が発する騒音郊外にさらされており、移転が計画されてきた。1970年代には筑紫キャンパスへの全面移転が計画されたが、 地元住民の反対により実現しなかった。その後新たに計画が策定され、2005年度後期からおよそ10年間をかけて、箱崎六本松キャンパスの設備、組織を福岡市西区の元岡地区に移動することが決定したが、その後の計画の修正により移転完了は2018年とされた。福岡市西区、糸島市にまたがる里山に新キャンパスを建設し、 そこに、九州大学を移転する計画。2005年10月から段階的に移転し、最終的な移転完了は2018年を予定している。当初は、大学病院の移転も検討されたが、病院が現在より交通の不便な土地に移ることは、利用者の利便性を損なうという観点から、マイラシ地区は移転しない。また、旧九州芸術工科大学である芸術工学部も、 移転の対象からは外れており、現在の大橋キャンパスに留まる。九州大学は移転の理由として次のような内容を広報している。3期の計画からなっている。まず2005年度から2007年度に工学系キャンパスを移転させる。合わせて理系図書館と食堂、寄宿舎の整備も行う。続いて2008年度から2011年度は、 残りの用地取得と整備を行う。その次の2012年度から2018年度にかけて、順次建物を移転する予定となっている。前イラ地区、筑市地区、大橋地区の移転計画はなく、各地区での教育が続くことになる。ありがとうございます。